グローバル人材な気がしていて、はい、かなり入社後にギャップを感じる可能性があるんですよ、はい、3つは正直多いです。思いらんない。最後に一言の質問あるじゃないですか。これをまずそもそもなぜこちらが聞いてるのかっていう。どうも旬ダイリーメンバーの星かけると。どうも世界最速で日経新聞を開設する男、南と申します。いつもありがとうございます。今回なんですけれども、食品メーカーを志望している学生さんのガチ面接ということで。なるほど。南さん、はい、いつも通りボコボコにしていただけると。いや、いつも通り優しくですね。今回は架空の企業なんですかね。架空の企業、はい、スター飲料。ということで、はい、面接やっていきましょう。では本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最初に、1分間程度でいいので、はい、自己紹介をお願いします。はい、一橋大学社会学部3年生の大塚紀穂と申します。私のことを一言で表すと食だというふうに考えています。食べ物の食です。これを構成する要素は3つほどあると考えておりまして、まず1つ目が大学でゼミに食生活史学、食と環境というちょっと特殊な名前のゼミに所属して食べ物の勉強をしています。2つ目がアルバイトなんですけれども、飲食店で大学2年生の頃からアルバイトをしております。で3つ目が長期インターンなんですけれども、これは食品ロスの削減を目的とした事業に携わっておりまして、昨年の3月から運営に携わらせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。実際3つのエピソードを話していただいたんですけど、その中で一番自分が時間と労力を割いたものって何ですか。はい、一番最後に申し上げた長期インターンでの経験になります。ちなみにその長期インターンの中で最も自分の中で印象に残っている挫折経験などあれば教えてください。はい、長期インターンでの挫折経験は、一番最初に営業の商談に出た時に何も喋れずに沈黙を作ってしまい、その結果相手の方がちょっと戸惑ってしまって、社員の方にもしょうがなく無言で変わられてしまったという経験になります。その長期インターンって具体的に何年何ヶ月ぐらいやったんですか。昨年の3月からなので10ヶ月程度携わりました。その経験から今の自分になるというか、その挫折をどう乗り越えましたか。はい、まずその時に何がダメだったのかって考えた時に、まず相手のことを全く知らない状態で臨んでしまったっていうのがありました。自分が相手側に立った時にどういうのが嬉しいだろうって考えたんですけれども、まあ、そうした時にやっぱり自分のことを好きでいてくれる人、その興味を持ってくれる人ってすごく嬉しいなっていうふうに考えました。で、まあ、その上でその後営業をしようってなった時には、必ず相手のホームページだったり、あと SNS などを持っていらしたら SNS を確認して、まあ、相手が今どういう作物を育てていて、まあ、どういう思いを持ってらっしゃるのかっていうのを意識して、まあ、それに関係するアイスブレイクのようなことをするように意識し始めました。ちなみに長期インターン1年間というのは一人で動くことが多かったですか。そうですね、この営業自体もほとんど一人でやっておりましたし、他の業務も個人作業が多かったかなという印象です。ありがとうございます。自己 PR、 ご自身の強みを教えてもらっていいですか。はい、私の強みは新しいことでも物を出せずに挑戦し、かつ結果を出すことができる性格だなというふうに思っております。具体的なエピソードで申し上げますと、先ほども申し上げた長期インターンの経験にはなるんですけれども、先ほど申し上げた営業を自らの意思でやってみたいと挑戦してみて、その際に自分が先ほどもお話しした営業というのでなかなか話せなかったっていうのもあって、まあ、営業スキルを上げたいとなった時に、周りの大人だったりに営業を見てもらいながら練習を重ねていって、実際に成果として月間の売上300万円前の月より向上させられたっていうのは、自分の中で自ら行動して成果を出せた経験だなというふうに思っています。その売上を通常出す上で一番自分が工夫したことって何ですか。もともとの自分の課題が、その商談に出た時に話せないだったり、直接契約までたどり着けないということだったので、商談の場で自分がどのように振る舞えばいいのかっていうのを高めていく必要があるというふうに考えていました。その上でやったこととしては、周りの大人、具体的には母親だったり父親に営業を見てもらうというような形だったんですけれども、何もわからないので、両親は何もわからない人に伝えて
で伝わったら営業として高いスキルをつけられているんじゃないかなというふうに考えまして、実際に自分のロープレを見てもらってフィードバックをいただくというのを行っていました。仕事機とも被ってくるんですけど、はい、そこまでその食やフードロスに強く興味を持ったきっかけが何なのか教えてください。はい、きっかけとしてはやはり自分の原体験が飲食店でのアルバイトでして、はい、その具体的に申し上げますと、閉店の時に全部捨てなくちゃいけないっていうのをすごく悲しくて、横に作ってる人がいるのになんでこんなことをしないといけないんだろうっていう罪悪感だったり、その悲しさから食の問題に関心を持つようになりました。日本中でも世界中でも、まあ、フードロスに対する、はい、取り組みをしている企業は結構あるんですけど、はい、この企業のこういう取り組みが印象に残っているというものがあれば教えてください。ハウス食品さんの賞味期限を日付単位じゃなくて月単位に設定したっていうのはすごく大きな動きかなというふうに感じました。賞味期限というのはやっぱり日付で書いてると、例えば23日だったら23日までしか食べれないというふうに今でも考えていらっしゃる方が多いので、そのような企業側からの刷り込みじゃないですけどアプローチによって人々の消費行動が変わるなら、それはすごく影響があるなっていうふうに感じました。まあ、食業界に興味を持った理由は分かったんですけど、はい、弊社を志望してくださっている理由を教えてください。承知いたしました。3つほどあるかなというふうに考えております。まず1つ目が100年のワクワクと笑顔というものになります。その理念に共感した理由としては、100年というのが幼い子供からおばあちゃんのようなお年寄りの、まあ、全ての年齢層にアプローチできるよということを指しているというふうに解釈しているんですけれども、私自身飲み物を飲むことによって、まあ、おばあちゃんと一緒に飲んでその時間を共有できるというのが、まあ、楽しかった経験がありまして、で、まあ、人とつながれる手段としてすごく飲料って魅力的だなというふうに思いました。2つ目が飲料という商材です。飲料ってそのお酒だったら正直必ずしもポジティブな影響を与えないかなというふうに思うんですけれども、飲料ってやっぱり嗜好品なのですごく楽しませることができるなというふうに感じます。そのポジティブさだったりみんな明るくできるという点で、私は結構他人のために何か成果を出せた時に喜びを感じるので、まあ、その飲料という商材で貢献できたらなというふうに思いました。で3つ目が社風の面なんですけれども、まず自分がその成し遂げたい夢からお話しさせていただきたいんですけれども、はい、その夢というのが子供を育てながらブランドを立ち上げたいっていうのがあって、でその子供を育てるってなった時にメーカーだと移動が結構伴うと思うんですけれども、御社の場合ですと社員の方にお話を伺った時に子供が中学生になるまでは移動はないというふうに教えていただいて、まあ、女性に対してすごく優しい企業だなっていうふうに他と比べても感じましたので、そのような点から御社を志望しております。今までの人生で、はい、自分の中で高い目標を立てて、はい、その目標に向かって努力した経験っていうと、はい、もう全ての人生においてはどんな感じ？一番高い目標だったのは大学受験かなというふうに思います。そこではストレスを感じなかったですか？そうですね、毎回テストを受けるたびに成績が伸びるのって楽しいなって思って、単純に勉強が好きだったんですけれども、例えば世界史だったら知識を覚えることでこの絵ってこんな関わりがあったんだっていうふうに思ったりだとか、数学もこの公式を学ぶことでこんなに選択肢って広がるんだって、そういう新たな学びが嬉しくて、なのでそこまで苦労は感じなかったっていうのが正直なところです。苦労は感じなかった本当にストレスは感じなかったですか？そうですね、はい、話を聞いてるとかなり座学とかペーパーテストとかがかなり得意そう好きそうな感じがするんですけど大学時代に取り組んだ何かありますか？試験とかフランス語検定を2級を取得したんですけれども、何も外国語学部とかに所属しておらず自分の勉強で2級というのを達成して、その頑張りたいのモチベーションはどこから来たんですか？フランス語を喋れるようになりたいっていうモチベーションでした。それはなぜですか？海外に住んでた時に、海外はどこで喋れてるの？イギリスに住んでいたんですけれども、その元々英語を喋れなかった状態でイギリスに転勤して、英語が喋れるようになったらやっぱり多くの人と関わりを持てるようになって、まあ、その時にその言語の力って面白いなっていうふうに思って、で日本に帰ってきてからフランス語を、そこなんでフランス語になるんですか？
あ、それはイギリスでもともと少し挨拶程度なんですけれども、あのボンジュールとかの歌を歌ってたので、まあ、そのつながりもあってやってみたいなっていうふうに、せっかくやっぱりちょっと触れたので、それをまあゼロに戻すんじゃなくて生かしたいなって思って始めました。正直に言いますと、はい、弊社はもうドメスティック企業で、はい、ドメスティックなマーケットに対してドメスティックな施策を行う企業なんですね、はい、今聞いてると大塚さんはグローバル人材な気がしていて、はい、かなり入社後にギャップを感じる可能性がある、んですけど、はい、それに関してはどう思いますか？そうですね、そこを私は変えていきたいなっていうふうに思っていて、今後の日本の人口減少を踏まえた上でもやっぱり海外展開を進めていくのって不可欠だなっていうふうに思って、そこに携わりたいなっていうふうに思います。ちなみに外資系企業って受けるんですか？外資系企業は受ける予定はないです。ちなみになぜですか？そう、イギリスに住んでいた時に日本のものづくりだったり食文化だったりサービスって世界的に見てすごいなって単純に思って、実際にイギリス人の人にこの車トヨタのだよとか自慢げに言われた経験があって、それですごく日本の文化だったり商材ってすごいんだなっていうふうに思いました。でやっぱりそこに自分も携わりたいなって、日本人としてすごく誇りだなって思うので、そのような思いから外資系企業はこれまであまり見てこなかったかなって思います。見てこなかったってことはこれから見るってことですか？あ、これからも見る予定はないです。日系企業を受ける予定です。つながりがちょっと、まあ我々としてはすごくその入社後にギャップを感じてしまわないかなっていう不安がすごく浮かびました、はいはい、で最後に何か伝えたいことってありますか？私は先ほどもお伝えしたように、問題を見つけて自分から解決に向けて取り組んでいけるという強みがありますので、まあ、それを用いながら御社のその海外展開っていうのに携わって、で将来的には海外でのシェアを広めていくというのも携われるかなというふうに思っております。本日はお時間いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。先にちょっともう一つお願いします。はい。ああ。なんでですかね。いや、てかね、いろんなツッコミどころがありすぎたっていうのが、ロジックが合わないっていうのが大きな印象ですね。次に持った印象は、全体的に話が長い。この2点が強烈に残ってますね。話が長いってことは、落とし穴作戦ができないわけですよ。僕がよく言う落とし穴作戦は、面接官は1日に10人、20人いるから、面接というものに飽きてるんですね。なんで、基本、就職活性の発言って、右から入って左から出るっていうのが基本なんですよ。何も覚えてない。なんか出てことです。そんな中で、どうやって相手の記憶に残すかっていうと、落とし穴で相手に質問させるんですよ。自分の意思で質問したことって、記憶に残るんですね。それって質問したくなるような引っかかるワードとか、まあ、落とし穴ワードっていうのがなかったので、僕の中で全て右から入って左から出てくるっていうところがほぼ全てそうなっちゃったっていうので、全然印象に残らないっていうのがあります。あ、気になる単語とかを入れてくるってことですか？変に変化球でやるんじゃなくて、まあ、まあ正当に本当に5人10人と模擬面接する友達相手にもやってみて、本当にこの落とし穴に引っかかってくれるかっていう精度を試したところに、その模擬面接を繰り返さないと分からない。なんで、なんかこのワード入れればいいっていうものじゃない。その前のロジックが合わないっていうところに関しては、なんか聞いていて、はい、これもう相性だからどうしようもないのかなって。いや、相性とか志望動機の部分で、モチベーションの源となる原体験と今感じていることっていう昔と今のつながりがないんですよ。でも僕すごく分かりやすい例で言うと、まあ、ゴールド堪能で海外に住んでいて日本以外の世界に興味があってっていうのに、そこを全部生かさず、まあ、ドメ寄りの企業を受けて外資には一切行けませんっていうのが、なぜですかっていう、なんかもっと両方知った上で選択した方がいいと思ってて、今は外資系企業も知らないだけなんですよ。知ったらかなり変わると思います。例えば年末年始の文化とかも、日本で例えば12月28日まで働いたりとか、で1月3日から仕事だとかなんですけど、欧米の企業ってもう12月まるまる休みとかっていう文化で、まあ、1月1日から働くみたいな感じなんですけど、夏とかも、まあ、フランス企業とかも3週間休むのは当たり前、3週間未満ってありえないっていうふうに、そのオンとオフのやり合いをしっかりするっていう文化が外資企業だったりするんですね。もしかしたらライフワークバランス的な話で子育てとかっていうのが重視するんだったら、もしかしたら外資企業の方が合ってるかもしれない。両方知った上で、両方の社員さんの声を複数人聞いた上でスタイル業を志望してるっていうのは分かるんですけど、どっちも比較してないからすごく違和感がありました。確かに、この採用する側としては、要は入社後にあ、やっぱ外資系企業いいじゃんってなっちゃった時に、じゃあ1年目で辞めるわみたいな、
ことが起きたときに、じゃあ採用コストをかけて、まあ、例えばマイナビリクラメとかのイベントに出展するのにまあ数百万、数千万かかるわけですよ。っていうので、一人切られるだけで何百万、何千万って損失になっちゃうので、入社して1年目でやっちゃいますみたいなことが起きるのは恐怖なんですよ、もちろん。なんで、どちら、知らない上で選んでくれているのはちょっと怖いんですよ。どっちも知った上で選んでくれているならいいんですけど。っていう、こちらの恐怖心をなくすっていうのが大事なことだと思います。最初の入りからなんですけど、笑顔が20丸です。はい、うん、もう印象20丸なんで、それは続けてください。はい、なんか最初緊張してたんで、こう、手をずっと下にあって喋ってたんですけど、はい、もし普通に明るく自然に、まあ、3つありますとかは、もう手でジェスチャーしてあげるぐらいの、こっち合ってるんでね、はい、合ってる人を楽しませてあげるぐらいの感じでやってあげる方がいいかなと、はい。ちなみに、エピソード3つありますっていうのは、口かも仕事決まったんですけど、3つは正直多いです。思いらんない。2つが限界。なんで、3つはやめてほしいです。で次、仮説体験で営業の沈黙の話があったんですけど、正直これインパクトがめちゃくちゃ弱いんです。その時のその10分間だけなんてことないのっていうふうに思っちゃうんですね。なんでちょっと弱すぎるですね。これはもうスタートラインで、それを乗り越えた後に目標に向かって、まあ、営業活動していって、それでもダメだったっていう方が欲しいんです。それがないってことはどっかで片手間やったんじゃないかなっていうふうに感じちゃった。でなおかつ基本的に1人がエピソード、もう何回も弁社じゃないですか、本当に1人なんですか。メーカーに限らずどの企業も、いつの場合国内だろうと外資企業どっちもそうなんですけど、やっぱりチームとしてどんな立場にどういうバリューを出せるのかっていうところを、ね、気にしてるので、チームとしてのエピソードがないのはかなり致命的です。ちゃんと思い返した方がいいですね、自分の人生を。チームとして何かに取り組んだことがないなとか、全体的に話がなかったのは、その余計なところに時間が かかえちゃってるんですね。何かというと、その企業の事業説明とか、その企業の組織とかの話とか、余計な話の方に時間使っちゃったんで、それはもう一切いらない。自分としてどういう目標があって、どういうふうに努力したのか、そしてどういうチーム作って、どういうコミュニケーションを取ったのかっていうのが欲しい。強みを聞いた時にも、新しいことに挑戦して成果が集まったって話だったんですけど、成果に関しても数的根拠が全然ないんですよ。なんかもっとその成果っていうぐらいだったら、もっとそれ根拠を学者で持ってください。よく一方でよかったのは、フードロスの原体験、アルバイトの原体験はこれ超ベリーグッドです、20倍です。そういう原体験がもっと欲しい、もっとこの全体の中で欲しい。やっぱ原体験もそう使うので、それはもうこっちはもう納得感がすごくある。で例えばハウスショッピングの例とかも、フードロスを話題に出すんだったらもっと事例も欲しいです、全然足りないです。日本企業でもたくさんあります、フードロスに向けて取り組んでいるところ。同期は理念の部分は誰でも言える、お店で言える話なので、正直理念の話僕はいらないと思ってます。理念の話するぐらいだったら社員方の話を徹底的に深掘ると思う。だって100人が100人同じことを言うわけなんで、はい、面接が合ってるんですよ。1日20人で20人とも同じことを言うんですよ。理念に共感しましたっていう、同じコピペになっちゃって、そこはあまり触れなくていいなと思いました。なので大事なことは原体験で、社員方の話で聞いた話とか、楽しませるっていうエピソードの部分でも、その原体験の話。でちなみにこの話で原体験は、うちの商品を使った原体験があった方がより良いかな。あるんですよ、話せばよかった。ストレスの話で言うと、受験の話はすごくリアルで、まあ、それは受験ストレスがあるよねっていうことなので、そこはめちゃくちゃ納得感ありました。あったんですか？いや、なかった。なかった。受験してましたよ。だって、卒業式って大変だから。ああ、そうなんだ。フランス語のエピソード、やっぱ英語とフランス語を見て、やっぱこの人は賢いなと思うんですね。賢くて、得意で、テストも得意でっていうふうに思いました。だけど、それが志望動機につながってこないんですよ。ロジックが理解できないというか、なんかどこかで嘘をついていったらなと思っちゃった部分はあります。すごい武器を持っているので、その武器をもっと生かした方がいいと思いました。もったいないというか、もっと生かす道はあるんです。最後に一言の質問あるじゃないですか。これをまずそもそもなぜこちらが聞いているのかっていう聞く意図をお願いしますね。結論から言うと、恨まれないようにするためなんですね。なぜかというと、 2C のメーカーって要は今後も30歳とか40歳とか、もしくはこれで入社チケット落ちてしまって、だけど5年後10年後30年後も商品ってあるわけじゃないですか。商品飲むわけじゃないですか。恨まれないことがすごく大切なんですね。なので後悔はありませんかと、本当に全部出し尽くしましたかと、何か言ってないことありませんかっていう風な念押しですっていう、恨まれないんですよ。だから何かを答えるというか、こちら側としてはリスクヘッジをしてるんですよ。気持ちよく終わらせたいなと。そうです。なんでだから正解ないですよ。ああ、そうなんだ。ないんだよ。正解ないです。だから 2C のメーカーはそもそも面接に呼ばない、 ESでガッツリ落とすのはあって落とされると恨みに対してしちゃうから、本当に納得感がないとお互いにとって良くないと思いますので、確かにお互いにとっていいことをやってるんです。以上です。ありがとうございました。
改めてどうでした？結構私メーカーばっかり見てきたので今まで、うん、ちょっと一回またドア開けて、そうですね、それがいいと思います。いろんなところの社員さんに会ってみようかなって思ったのが一番ですね。といったように2月面接終わりましたけども、キンちゃんだったら僕絶対面接受かると思ったんで。なるほど。でも確かに聞いていて、ヌミスの理論はすごい納得感ある理論だったので、確かになんかそのメーカーである理由そんなに深くないなって思っちゃいました。はい、はい、でもすごいキーちゃん本当に良かったので、これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます。会社なんで見分けは来たると思いますので、ぜひ応援してます。まあ、そんな南さんのガチ面接受けたい人は、まあ、ぜひ順大やり LINE アップ公式 LINE 登録していただいて、はい、あとは SNS 概要欄に貼ってあるので、はい、ぜひ登録してみてください。僕のチャンネル世界紹介の道場ぜひお願いします。ということで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。